朝倉環奈選手 VS 山本美宇選手、次期、タイトルに挑む、ための査定マッチになるのかなと、そう思ってます。めちゃめちゃ怖いです。正直一番やりたくないタイプですね。やっぱりレスリング力でも多分勝てないし、パワーも勝てないし、打撃も一発もあるじゃないですか。自分が全部上だと思ってリングに上がります。その中でどう勝つ戦いをするか、私たちそれぞれ持ってるものが一緒のようで違うと思うので、いつもは倒せたけどそれが倒せない選手なんで、逆に倒される可能性もあるし、ギリギリの戦いにはなると思います。ドキドキワクワク、自分が思いっきり、騒げる試合、楽しい試合をするので、皆さん楽しみにしててください。何飲んだ？そのオールスターアンダー12歳のオールスターのチームの練習がもう毎日練習で、練習、子供たちの送り迎え、練習、ご飯食べて寝る。ノリさんがジョンさんに連絡してて、お願いだからアーセンとミーを教えてくれないかってノリさんがつなげてくれたのかなって今まで思うんですけど、今まで寝技で負けてきてて、で今回も寝技の茶帯って聞いてるんで、寝技がすごくいい感じ でもそれ以外はそんなにないかなっていうイメージです。自分の中ではもう本当にいい加減勝たないと本当ノリさん怒っちゃうんで。マット叩いてるの見て悔しかったんだろうな。もう人生の中でこんなに負けが続いたことがなくて、レスリングの中でも、だからあスタート時点にいるんだなって、本当にハングリーな気分でずっとやらせてもらってるんで、今まで自分本当ちっちゃい頃から山本美宇の息子、山本キッドの甥っ子として育て上げられた分、プレッシャーがすごくあったんですけど、絶対諦めないから、最後の最後まで戦ってノリさんのとこにチャンピオンベルト巻いていくからね。待っててね。 I love you so much bro. I fucking miss you man. 今になってはそうだよなって、もちろんそうだよな、こんな家族に生まれたんだからちゃんとみんなの期待を裏切らないように、自分ができるところまで、体が動かない時までこの山本一家っていう名前を綺麗に大事にもっとでかくしていきたいなっていうのがあるんで、そこがもうルーツなのかもしれないですね。自分の力のルーツっていうか、子供ができたんでもう情けないとこは見せないし、見せないつもりだし、多分バッチバチで勝ちに行くんで。そらこっち向いて、あ来たあ来た、あ来た
ちゃんだ。ダメだよ、ほら。みゆちゃんだ。はいはいはい。山本志門空です。山本美代さんが引退するまで美代おばさんっていう設定で、おばさん、おばさん、おばさんで、引退したら初めて私おばあちゃんだよっていう報告をするそうなのでね、すごいサプライズ待ってますよ、この子に。何年後ぐらいから嘘にまみれたおばあちゃんこんなに苦労してたんだなって、夜も寝ないで、すぐなんかおむつとかいっぱいになったら夜中でも起きてレスリングやりながら俺のこと面倒見てたんで、改めてなんか母ちゃんがすげえなって思う。もちろん母親っていう認識もあるし感謝もあるしあれなんですけど、やっぱ一番強いのは本当大親友って感覚がすごくて、本当に話すこともくだらないし変なギャグばっかするし変な写真ばっか送り出すし、でも練習の時はこうやって相談し合ったり、そういうことができる人は唯一多分母ちゃんだけなんで、兄弟って言ってもいいし大親友って言ってもいいし母親と言ってもいいしみたいな、もうオールマイティみたいな。何ができるかっていう課題、はい、さあまさにこれ胴体を見せます。さあテイクダウン来た、切りました。これも膝だ、膝容赦。打撃もそうだしグラップリングもそうだしレスリングもとにかく当たり負けしない、できるかな、なんか上手さとかそういうのよりも思いっきりいくこと、自分がリングに上がった時に誰よりも負けない元気を持っているための練習。ここはね、ノリがすごい好きだったところで、その浜本さんが本当に無農薬でいろいろ果物を育てて、それをノリがすごく気に入ってて、いつかここに、ね、自分たちも住んでそういうガーデンを作りたいって、ジムも作るし、いろいろ自分のやりたいことがいっぱいあって、そういう本当ノリの大好きだった場所。この間3月15日ノリのお誕生日もここでみんなでやって、すごいいい感じになりました。みんなたくさん人が来てくれて、ノリさんが一番聞きたかったところだなって毎回思う。その散歩コースがあるんですけど、そこでノリさんがいつも朝やっぱここで起きて散歩しながら新鮮なフルーツ食べたいなって最後まで言ってたところで、本当ノリがいないけどノリがやりたかったことを私たちがやらない、多分、うん、やることをミッションだよね、ノリからもらった。自分の中で死んだと思ってないんで、ただただその体っていうものがなくなっただけで、別に魂は消えてるってわけでもないんで、ただその目に見えなくなったってことがすごい悲しいです。触れられないっていうのも怒ってもらえないっていうのも。甘いよまだ、ちゃんと見ろよ。すいません、ただただ会いたいですでもずっと近くにいるとは思ってるんで、本当にちょっとでも、ね、練習で手抜いちゃうと、あれ今見られてんのかもとか、逆に今までよりもシャキッとするようになったっすね。
今までのりさんとやってきたいい思い出はずっと心の中にしまって忘れないように、それを力にして頑張っていきたいと思ってます。石岡選手との試合の前にミユに勝ち癖をつけてほしいって言ってて、だから一回勝ったけどやっぱりその後も続けないとと思って、で今そして3連勝、もちろんこのままノリが言ったように勝って勝ち癖をずっと持っていたいです。やっぱりだからそのためには練習、悲しいし、毎日思い出すけど、やっぱりいないことにまだそんな慣れてないかも。これはずっと受け入れることはできないと思う。別にそれをしなくてもいいと思うし、ただノリを、ね、がっかりさせないように、裏切らないように生きていくだけ。三角と十字がね、まだちょっとあれだけど、最近は基本的にもう全部これ右から、やっぱ右だよね、右、この右のフック。松井いいパンキー。さあテイクダウンに最初に来たのは長野、さあ切れるかどうか。ダウンコースともうタックル入るしかなくなるんで、それをガチ切っていくと。こういう試合が理想なんですかね、レスラー同士。長野さんもレスラーじゃないですか。山本選手、レスリング世界大会3回優勝ですか。はい、だからレスリング力に関してはもうすごいレベルですよね。カンナはまあ高校生のレベルですね。だからそのレスリングの実力だけでもかなり違います。であとは、筋力すごいですね。山本家っていうのもすごい筋力みんなしてますし、パワーもすごいから、まあその辺でもカンナと比べるとやっぱり向こうのが数段上ですよね。うん、打撃に関しても昔はちょっと雑だったんですけども、今はかなりもうテクニックもついてきて、右のフックとかもかなり当てる感も上手くなってますよね。はい、だから全てにおいてカンナより上回ってます。うん、まあ、レスリングをずっと、あと柔術うちで教えてたんですけども、普通の子ですよ。特別運動神経がいいわけではないし、初めて1年半ぐらい一生もできなかったです。なかなかそんな子いないですか。どっかさん、いや本当そういう感じですね。
別に楽しくないし勝てないからでも練習は休まないで来る、うん、実はそこが一番重要なんですよ。いくら才能があっても練習来なかったら強くならないし、で練習来る才能はあります、はい、それが一番なんですよ。そういう子供でした。最初はやらされてる感じの方がまあ正直多かったですね、うん、毎朝走り行って懸垂やって学校行ってで帰ってきても遊び禁止だったんで、遊ぶ時間なら練習しろって言われてたんで、お父さんにすごい怒られた時があって、でいつも鶴谷先生はよく助けてくれてたんですよ。もうお兄ちゃんと鶴谷先生家に入れようっつってお金、お小遣い、もうお年玉持ってちょっと荷物詰めてそしたら鶴谷先生に行く途中でお母さんに見つかりました。まあ今、まあ今となれば面白いまさかこんなねライジンでなんか活躍する選手になると。後ですかね、チャンピオンでいなきゃいけないっていうその位置の辛さを知ります。選手はね必ずそういう時期来るんですよ、うん、僕も選手何人も抱えてて必ずみんなそういう時期が来ます。浜崎さんと試合終わってなんかちょっと解放された顔はね、別に負けてもいいです、まだ若いから、うん、それで経験になるんで。カンナの場合子供の頃から負けてその悔しさで強くなってるんで、負けて負けて強くなってる、そう思いますよ、はい、だ別に、ね、負けることなんか怖くないし、うんうん、最後に勝てばね、うん、田谷先生も大きくなって負けて強くなったからみんなで復活の年にしようって、だから前澤さんとの試合もすごい楽しかったし、朝倉環奈、回帰戦、はい、あとこ前からそこからちょっと楽しかった、本当楽しくなって、後ろ取った、ただ一人は30対26、攻め続けた。環奈、ハリネズミを見てね、何かこう感じることない？何ですか？ハリネズミって小さいでしょ、ヘビとかライオンとかね、襲われそうになるんだよね。自分がやられそうになったらね、自分の身を守るために針を出すね。カンナもハリネズミのようにさっとこう針を出すような形で相手を仕留めてほしいんだよ、うん、俺はそう思う。戦い の、 大事な部分は全部ハリネズミにあるんだよ、うんね、俺はそう思う。ハリネズミってね、すごいスタミナあるんだよ、ずっと 動けるの、ね、今回の戦い もうスタミナ勝負になってくると思うし、ハリネズミは夜行性なの、ね、パレスタラ千葉ネットワークの戦い方は動いて動いて際を制してね、最終的にはハリネズミのようにね、針でこう仕留める、ハリネズミ戦法、俺はそう思う。いやいや、なんかもうほぼ本当されますよね、超守られるというか、守られる。Cut the rap. Cut the rap now. 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 Yeah, あんまないんじゃないですか、あれ以上の。フロイド・メイウェザー以上の理不尽は。ないと思いますけどね。こんなちっぽけなんだなって思いました。まあでも世界戦はね、そういうもんよ。うん。超一流ってこういうことまでやるんだみたいな、僕は全部作戦だと思ってたんで、あれはだから天使に言ってたんです、これ作戦だから落ち着けと。
まあ、苛立って僕らも苛立ってましたけど、あのメイウェザーと向き合った時のね、メイウェザーパッと走って痛かったのかなんかですけど、あれでメイウェザースイッチ入ったんですよ。結果は KO 負けしてしまったから言うわけじゃないですけど、本気でやってもらってたってことを考えれば、選手にとってはすごい身になったし嬉しいことですよね。超一流の凄みですもんね、そこはね。それを体感できたんですから、再起戦が一番心配だったんですよ、影響が。いとも簡単に自分のキックボクシングやって、圧倒しましたからね。そこでまた一つ変わったし、でこの間は少しボクシング技術を見せながら、もう完璧な、時間かかったって言ったって3ラウンドですからね、焦らずにちゃんと仕留めるっていうのもね、成長の証だと思うんですけどね。人間性は変わらないんですけど、凄みが出てきてる感じはしますけど、大人になってきてる一つなのかなっていうふうに思うんですけど、なんかね、オーラ出ましたね。戦って振る舞いがちょっとその迫力が出てきました。そうですね、まあ今年も忙しいですね。めちゃめちゃ試合させすぎじゃないですか。いやちょっとかわいそうです。いや本当今忙しいと思います。天心にしかできないんじゃないですかね。暗くなってるとこ見たことある？ないです。全く1回も1ミリもないです。まあ病むほどでもないですけど、まあでも疲れてはいます。俺はボクサーを育てるのは仕事だから、将来ボクシングをやるという約束をしてくれたら教えるよ。本当にそこに先に可能性が見えたらですよ、行ってこいですよ。それはしょうがないでしょ。やめ遅れそうです。まあもうやっぱり彼が作成していくのを見てきたですよね。海の向こうからニュースを待ってます。1兆円だったら何しようね。超は稼ぎたい。1兆、世界は自分中心で回ってると思っちゃってる系なんでしょ。したこと勝てよと。